さんこんにちは。再び顔登場しましたダーちゃんです。はい、今回もアメリカシカゴのね展示会があった時にまた顔出したんですけど、またアメリカの展示会、今回はねオハイオ州の折り紙展示会にねお誘いいただいたんで、そちらで展示させていただくことになりました。それがですね8月の9日から11日らしいということで、ちょっとちゃんと見たんですけどね、Facebook で。で、確認して。ということで、まあ、飾っていただけると思いますって、なんでそれって感じやけど、こんな感じでね、まあ、今回も記念で、ちょっと動画に顔を出しました。っていうか、ね、今後もね、ちょくちょく顔が出せたらなぁ、なんて思ってます。ね、まだ、こんな風に、もっとね、年がいってしまうんでそれまでに顔を出します。はい、で作品を今からいくつかその出した作品を全てかな紹介したいと思います。でですね、ちょっと手元に残ってないんで、ほとんどないものなんで、予備も作ってない、予備っていうか前に作ったものがちょっと一部だけあるんで、それだけをちょっと紹介して、あとは写真で紹介させていただきたいと思います。はい、まず最初はこちらです。はい、ということでひまわりの花瓶入れじゃないな、花瓶入れにひまわりですね。でですね、あれはひまわりはね1年前の創作作品だけど、今年になって YouTube に動画に上げたものです。でですね、あとその花器の方ね、花瓶になってるあの方はちょっとまだ動画未公開で、そこにもまたいろいろ飾れるような仕組みをしてるんですよ。それはちょっとまだ未公開なんでご了承ください。はい、続いてはこちらです。はい、これはね現物がある、これとあ、まあこれはあれですけど、要はケーキです、私の。はい、このケーキを作らせていただきました。こちらリクエストされて送りました。でですね、こちらは一応こう普通の折り紙で折ってるんですけど、展示の方はねまた送る時にね潰れたらいかんと思って、ちょっと担当紙で作って送りました。で今回のね送った作品はほとんど担当紙で作ったんですけどね、まあ潰れないためにという対策でそうさせていただいたんですけど、あとお皿付きです。はい、お皿もちゃんとつけて送りました。はい、続いては、はい、こちらの、これはちょっとつけれないんですけどね、つけれるようにしたいんですけど、このティアラを送りました。ティアラはね、こちらは1年前だったかな、1年前に YouTube に上げてるんですけどね、なかなか自信作なんですけど、ちょっとあまり YouTube 再生数は伸びてない状態です。でもこちらはねオリエステル折り紙のホログラムっていうもので作らせていただきました。とても綺麗でしょ、このキラキラ光ってね、これがおすすめです。ホログラムが一押しなんですけどね、私の。あと切り子柄と、これで作って送らせていただきました。でですね、次こちらです。って違うけどね、これは本物の送ったものをちょっとご覧ください。はい、先ほどのね、なんだった、ティアラと一緒の写真があるんですけど、あちらもオリエステルの金鶴銀鶴っていうもので作ったものです。これも王冠です。こちらは音声解説付きで、最近またね再び登場したものですね。まあこちらもその金鶴銀鶴というちょっと高級なもので、純ね金、本物の銀を練り込んだもので作ったオリエステルなんですけど、そちらで送らせていただきました。まあ、これはこうかぶれるかな、
無理だでもやろうと思ったらできるんじゃね。ということでこれも送らせていただきました。はい、では最後はこちらです。はい、こちらはですね、まあちょっと本当に現物がなさすぎる、はい、私の代表作ポッテリ金魚ちゃんです。ちょっとねこれ形悪いわ、もうちょっと形よくしないとね。ポッテリ金魚ちゃんとこれだね、ポッテリデメキンちゃんを使った作品です。あとスパイラルリース、ダブルスパイラルリースをで飾り付けしたものを送らせていただきました。それですね、あのまだちょっと動画は未公開の、これだ、じゃじゃーん、この朝顔、もうちょっとでひまわりっていうところやと。で朝顔をね使って一緒に飾らせていただきました。こちらちょっとまだ未公開なのでご了承ください。はい、これはちょっとね出来上がった作品は先ほど見せてちょっとね登場しましたけど、ごめんなさい作ってないんで予備をねあちらでご覧ください。はい、以上です。でこれがまたアメリカに渡りました。でまた私は日本でお留守番です。はい、ということでまあまた何かね外国で海外でお声がかかればなーなんて期待しつつありますので、もうよかったらまたお声掛けくださるとありがたいですね。もう海外に限らず日本でももし何かね展示しませんかとか、何かね作ってほしいとかいうご依頼があればお受けしますので、 あとねワークショップなどもね、ワークショップはちょっと今神戸と大阪ぐらいまでしかちょっと無理ですけど、まああればご依頼あればぜひご連絡ください。よろしくお願いします。ということで今回はこの辺で失礼します。また、作り方チュートリアルの動画でお会いしましょう。バイバーイ。